雅子様が世界中で敬愛されている理由。皆さんは沖縄を訪問された雅子様の素晴らしい行動が世界中で話題となっていることをご存知でしょうか。2022年10月、天皇皇后両陛下は沖縄を訪問されました。30度を超える猛暑の中、両陛下はご公務に励まれましたが、雅子様に思わぬ出来事が起こったのです。しかし雅子様は動じることなく見事な対応を見せられました。そして世界中から称賛の声が上がったのです。今回は世界中を驚かせた雅子様の素晴らしい行動と称賛されている理由についてお話しします。2022年10月、天皇皇后両陛下が沖縄を訪問されました。この訪問は即位後初めてのものであり、前回の訪問から25年ぶりのことでした。国民文化祭の開会式などへの出席が目的でしたが、それ以上に心温まる交流が注目を集めたのです。地元の文化や歴史に触れながら地域の人々と深く交流された天皇皇后両陛下。特に金城天皇は子供たちの話に耳を傾け、彼らの夢や希望に共感を示されました。また開会式では沖縄の歴史と文化の大切さについてお言葉を述べられ、その深い思いやりは参加者の心を打ったのです。天皇皇后両陛下の沖縄訪問は即位後初の重要な訪問であり、皇室と沖縄県民との絆を深める機会となりました。かつて戦争により深い傷を負った沖縄にとって、この訪問は単なる訪問以上の意味を持ち、未来への希望を象徴する一歩となったのです。そして皇室と沖縄県民との間に強い絆が結ばれました。この絆は未来に向けての大切な礎となることでしょう。全国文化祭と全国障害者芸術文化祭の開会式が行われ、天皇皇后両陛下はご出席されました。しかしこの華やかなイベントの前日に心に響く出来事があったのです。イベント前日の沖縄は30度を超える暑さで容赦ない日差しが降り注いでいました。そんな中、天皇皇后両陛下は国立沖縄戦没者墓苑を訪れられたのです。この墓苑は平和への願いと犠牲者への追悼の意を伝える場所です。ここでは過去の痛みや悲しみを感じると同時に、平和への強い意志や亡くなった方々への敬意、感謝の気持ちが伝わってきます。戦争で命を落とされた多くの犠牲者に深い敬意を表するために天皇皇后両陛下は訪問されました。沖縄と本州にとって共通の願いである平和、両陛下の訪問はその平和への思いを改めて心に刻む機会となったのです。そんな特別な日に雅子様の優しさが人々の心に深い感動をもたらしました。この日の暑さで熱中症に近い状態になった高齢の男性がいたのです。その男性は立ちくらみを覚え倒れそうになっていました。地面に倒れ込もうとした次の瞬間、雅子様はそっとその男性のそばに寄り添い支えようとされたのです。高齢者を優しく支え安全を確保しようとするそのお姿は素晴らしいものでした。この行動から雅子様の深い共感力と人々への限りない配慮が伝わってきます。そして遺族一人一人に深い思いやりを持って接しておられた金城天皇、人々の心に深く刻まれたお二人の行動は長い時を経ても色褪せず、美しい記憶として語り継がれることでしょう。そして人と人との絆と愛情の深さを再確認できた忘れがたい一日となったのです。雅子様の気遣いや周りへの配慮はこれだけではありません。2022年11月21日、天皇ご一家で上野の国宝展を訪れた時のことです。久しぶりの外出で貴重な国宝を眺めながら、学芸員の説明に耳を傾けておられました。外出自粛が求められたコロナ禍の中、3年ぶりにお姿を拝見できたのです。そしてこの国宝展の観覧中に、雅子様の素晴らしさが垣間見えるエピソードがありました。それは展示観覧中に撮影された一枚の写真から始まります。初回の撮影では愛子様のお姿がはっきりと写っていませんでした。雅子様はそのことに気づき、さりげなく金城天皇に耳打ちされたのです。このさりげない一言を受けて
金城天皇は側近に撮影のやり直しを提案し、愛子さまのお姿もはっきりと写った写真を撮ることができました。このエピソードから雅子さまの細やかな配慮と家族への深い愛情が感じられますね。また報道陣への配慮も忘れてはいませんでした。雅子さまの行動は公私のバランスを保っているのです。そして家族を守り支える役割を果たしている証でもあるのではないでしょうか。この国宝展の訪問は単なる外出ではなく、深い愛情と絆を再確認する貴重な機会だったのですね。このように雅子さまの柔らかな笑顔と誰にでも平等に寄り添うお姿は、心と心をつなぐ思いやりの架け橋になるでしょう。そして国民は雅子さまに感謝と敬意を表し、皇室と国民の間にさらなる信頼と絆が生まれました。雅子さまは語学力の高さでも世界中から称賛を集めています。そのきっかけとなったのはクロアチアのランドロコビッチ議長夫妻との会見でした。実はこの会見に雅子さまが同席される予定はなかったのですが、クロアチア語を話せることから急遽同席されることになったのです。皇太子妃時代には適応障害と診断され、公の場に姿を見せることが少なかった雅子さまですが、皇后になられてからは国民の期待に応えるように積極的に国際親善に努められています。雅子さまは一体どのように語学力を身につけ、海外の要人と会話を楽しまれているのでしょうか。雅子さまはハーバード大学経済学部を卒業し、皇室入りする前は外務省に入省されていました。その際にロシア語やスペイン語、ドイツ語、フランス語を習得されたそうです。金城天皇もスペイン語とフランス語を学習されており、両陛下は多言語を駆使して外国の要人とコミュニケーションをとっておられます。その一例が2019年に行われたクロアチアのヤンドロコビッチ議長夫妻との会見です。当初この会見は金城天皇がお一人で出席される予定でした。しかし雅子さまがクロアチア語を話せることから急遽同席されることになったのです。会見の冒頭で写真撮影が行われた際、雅子さまは夫人とクロアチア語で会話をされていました。とても話が弾んでおり、なかなか着席されない雅子さまを金城天皇が笑顔で促されていたのです。そして会見が始まると通訳を介さずに雅子さまは議長とも会話をされていました。この光景が世界中で報道されると、その語学力とコミュニケーション能力の高さに称賛の声が上がったのです。この他にも雅子さまは多くの海外要人との会見で語学力を披露されています。2019年5月、当時のアメリカ大統領トランプ氏とメラニア夫人が国賓として来日しました。天皇皇后両陛下は皇居にトランプ夫妻を招待し、公式行事や会見、宮中晩餐会など常に共に行動されていたのです。雅子さまとトランプ大統領は初対面とは思えないほど親しげだったそうです。また宮中晩餐会の後、メラニア夫人は玄関で立ち止まり、初対面の時よりも柔らかい表情で雅子さまに近づきました。すると雅子さまは自らメラニア夫人の手を取り、顔を寄せ、お二人は頬を軽く触れ合わせるチークキスをされたのです。雅子さまはトランプ夫妻と初めて会ったのですが、こんなにもすぐ仲良くなっていたことに世界中の人々が驚きました。しかもこのチークキスには深い意味があったのです。ヨーロッパの人々は挨拶にチークキスをしますが、アメリカ人はあまりしません。雅子さまはアメリカに住んでいたことがあるので、それをよく知っているはずです。しかし、メラニア夫人はアメリカ出身ではなく、スロベニア出身なのです。ユーゴスラビア内戦で故国を離れたメラニア夫人は、2001年にアメリカに移住しました。そして2005年にトランプ大統領と結婚し、息子のバロンを出産したことでアメリカ人となったのです。2017年にはアメリカの歴史で2人目となる外国生まれのファーストレディになりました。メラニア夫人には親友にチークキスをする習慣があり、雅子さまはそれをご存知の上で自然にチークキスをされたのです。メラニア夫人にとって雅子さまとのチークキスは故郷の思い出ともいえる挨拶だったのではないでしょうか。メラニア夫人は過酷な光景や苦しみに満ちたユーゴスラビア内戦を経験され、
アメリカに渡った後も多くの困難に直面されました。雅子さまは、そんなメラニア夫人の過去に対する敬意を込めて、チークキスをされたのでしょう。メラニア夫人の心を察する外交力と、チークキスをするという瞬時の対応力を持つ雅子さまは、とても素晴らしいですね。初めて天皇皇后両陛下と話したトランプ夫妻も、両陛下の力に感激されたことでしょう。雅子さまは、日本文化を伝えることにも、熱心に取り組まれています。ハーバード大学在学中から、日本文化を伝える活動をされていたのです。大学時代、雅子さまは、日本文化クラブの会長を務め、日本の言葉や、伝統音楽、伝承遊びなどの文化を紹介する企画を行っていました。そして、日本に興味を持ち質問する学生に対して、写真やガイドブックを見せて、わかりやすく説明されていたそうです。大学時代の同級生は、次のように語っています。恥ずかしがり屋だった彼女が通る人に、声をかけている姿を見たとき、日本人としての誇りを持っているのだと感心しました。当時、私も日本については、よく知らなかったのですが、彼女の説明を聞くうちに、興味を持つようになったのです。特に、日本人には慎み深さがあり、自分の主張だけでなく、相手の心を思いやることができると語っていたことが印象的でした。雅子さまは、日本文化を大切にされていたので、卒業後は日本に帰国し、外交官として勤め、皇室に入られたのですね。1997年の雅子さまのお誕生日インタビューでは、次のようなやりとりがありました。記者が、皇族として、海外の方にどのようなことを感じ取ってもらおうとお考えでしょうか、と尋ねると、雅子さまはこう答えられました。お客様の国の様々なことを伺ったり、その方が持たれている、日本の印象を伺うことを、楽しみにしております。お客様からも、日本について、様々なご質問を受けることがありますので、そのような時には、日本の姿を正しくお伝えできるよう努めております。また、晩餐会などで、海外のお客様と接する機会もありますが、その際に、多くの方々が、皇室の方々に深く感動されたとおっしゃることが多く、そのことが、深く心に残っております。陛下が、これまで外国との友好親善の上で築かれてきたものを、私も大切にしていきたいと思います。その意味でも、人としてのつながりを大切にできたらと思っております。日本文化を伝える立場としての強い覚悟が感じられますね。このような強い覚悟を持つ、雅子さまの外交力は、海外でも注目されています。雅子さまの、皇室外交のエピソードを、いくつかご紹介しましょう。雅子さまは、結婚からおよそ1ヶ月後、当時のアメリカ大統領、ビル・クリントン氏と、ロシア大統領、ボリス・エリツィン氏を招いた晩餐会に出席されました。その際、雅子さまは、二人の大統領の間に着席され、英語とロシア語を巧みに使い分けて会話されていたのです。一度も通訳を介さずに、両者と楽しく会話されていたそうです。その雅子さまのお姿を見た人々は、とても感激されたとのことです。しかし、2003年から雅子さまは、適応障害のため、療養に入られ、外交の場に、お姿を見せることが少なくなってしまいました。それから11年後の、2014年、雅子さまは、晩餐会に出席されました。その晩餐会で、オランダ首相の隣に着席され、オランダ語で、会話をされたそうです。また、2019年には、ベルギー国王夫妻との会見で、フランス語と英語を交えてお話しされていました。このように雅子さまは多くの言語を話すことで、海外の要人とのコミュニケーションを円滑に行われているのですね。オランダといえば、雅子さまの公務復帰のきっかけを作った牧島王妃がいらっしゃる国です。2013年の春、天皇皇后両陛下は、オランダ国王の即位式に出席されましたが、長い療養をしていた雅子さまは、体調に不安を抱いていました。そんな雅子さまの背中を押したのは、雅子さまと同じく民間から王室に入られた牧島王妃からの電話だったのです。牧島王妃から直接電話を受けた雅子さまは、オランダ国王の即位式への出席を決意されました。そして、オランダ訪問と即位式に出席された雅子さま、この経験がその後の公務への自信につながっていったそうです。かつて、マクロン大統領夫妻が来日された際、天皇皇后両陛下がお出迎えされ、フ
フランス語で穏やかに会話されていました。この光景がフランス国内で話題になったのです。フランス人はフランス語に誇りを持っているため、両陛下がフランス語で会話されたことが話題となったのですね。エリザベス女王の国葬に天皇皇后両陛下が招かれた際、多くの要人がセキュリティ面の心配から車で移動されていましたが、両陛下は他国の要人と共に乗り合いバスで移動されました。バルセロナオリンピックやオランダの戴冠式でもバスで移動されており、国民に寄り添うお気持ちを強く持っているとして伝えられています。それだけでなく、海外では雅子さまの特集が組まれるなど、世界中で脚光を浴びているのです。雅子さまが世界中から人気であることが伝わってきます。雅子さまが世界中で人気であることを知り、嬉しく思うと、同時に誇らしさが込み上げてきますね。過去に苦しい時期を経験された雅子さまだからこそ、誰よりも優しい心を持ち、国民に寄り添いながら素敵な笑顔を見せてくださっているのではないでしょうか。これからも雅子さまの素敵な笑顔が続くことを祈っています。今回ご紹介した内容について海外から多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。雅子さまは苦しい時期を乗り越え、最近は元気で幸せそうだ、見ている私たちまで幸せな気分になれる、とても素敵なお姿を拝見でき、とても嬉しい。雅子さまは日本のために活動されている皇后という立場だけでなく、雅子さまの能力を存分に発揮して活動してほしい。そしてその能力や価値を日本の人々に尊重してもらえるよう願っている。雅子さまは言語の達人なので通訳は必要ない。皇室外交は雅子さまに任せておけばよいと思う。ここまで多くの言語を話せる人はいないだろう。しかも美しくて謙虚だ。これからも応援しています。雅子さまは素晴らしい仕事をされている。今上天皇と雅子さまは日本の誇りだ。そしてここまで国民に寄り添う国のトップは他にいないと思う。雅子さまがここまで素晴らしいお人柄だとは知らなかった。才女でありながら素敵なお人柄を持っているなんて素晴らしい。このような才女が人として君臨している日本人は幸せだと思う。天皇皇后両陛下はもちろん、日本の皇族の方々はとても素晴らしい品格を持っている。世界中のトップは両陛下を見習うべきだ。一度雅子さまのお姿を拝見したことがあるが、神々しかった。皇帝と言われる天皇陛下の日は品格が全く違うと思った。日本の皇室が2000年以上続いている理由がわかった。このように雅子さまを称賛する声が多く寄せられています。とても優しく、誰よりも国民に寄り添う素晴らしいお人柄の雅子さま。高い語学力とコミュニケーション能力により、初対面の要人ともすぐに打ち解けられるのです。そして飾らない親しみやすさを持つ今上天皇を支えておられます。歴代の天皇皇后両陛下と比べ、とても親しみやすさを感じられる今上天皇皇后両陛下。お二人は皇室に新しい風を吹き込んでくださるのではないでしょうか。これからも雅子さまの語学力を生かしたご活躍や天皇ご一家のご活躍に注目が集まります。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。